ノーマン・ハワード・ジョン・ダーカーは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州カーボン郡ビーバー・メドーズ出身のプロ野球選手。ヘイズルトン高校を卒業後、1949年にマイナーリーグでプロとしてのキャリアをスタートさせた。8年間のマイナーリーグ生活の後、1958年4月15日に、ロサンゼルス・ドジャースでメジャーデビューを果たした。 まもなくギルホッチスから一塁一種のポジションを奪い、レギュラーに定着。翌1959年には108試合に出場し、打率289と活躍。同年のワールドシリーズにも出場し、チームの世界一に貢献した。そして1960年にはオールスターゲームにも出場。最終的に打率323を記録し、首位打者争いで二輪差で、 ディック・グロートに敗れるも、リーグ2位の好成績を残した。1961年シーズン終了後、エクスパンションドラフトにより、ヒューストン・コルト 45S に移籍。その後、1963年には、ミルウォーキー・ブレーブス及びサンフランシスコ・ジャイアンツでプレーした。1965年に日本プロ野球の東映フライヤーズに入団。 前年まで在籍したジャックラドラを上回る、長打力を期待されての入団だった。同年は打率、280と意地を見せたが、1966年は、253と成績を落としてしまい、また本塁打も2年間で14本と期待に応えることはできなかった。同年限りで、現役引退。穏やかで、チームに溶け込んだらドラと違い、 気象が荒く喧嘩っ早かったことから喧嘩やラーカーの異名を取った。なお、ドジャースでチームメイトだったドンジマートは1966年の1シーズンだけ東映でもチームメイトだった。2007年3月12日、カリフォルニア州ロングビーチで死去。76歳を打つ。ありがとうございます。